10時間ぐらい飛行機に乗って行けるところにある国から、呼んでいるエスターさんをご紹介します。皆さんの今お勤めしていたアーティストっていうお仕事をしている和田雅宏さん、どうもこんにちは。For this workshop, we got an invitation by AIT, and it is a children's workshop. オランダから来ているエスターと、一緒に子どもたちを対象としてヨーロッパと日本の昔話を組み合わせて、作ったオリジナルの昔話に対して子どもたちがどういうリアクションで、オブジェや、そこに対するシェルターのようなスペース、場所、空間を作るように促すようなワークショップを企画しました。It is a children's workshop, and we wanted to make children aware in this workshop of their vulnerabilities and of the fact that basically each of us, every human being, can get a mental illness or can get a problem sometime in his or her life. And then the main goal was to let the children experience what, if they feel like this, what they can do to bring themselves in a better, in better circumstances, and to what they can do to help basically themselves.一つ一つの空間、インスタレーションのような、まあ、木枠の中に空間を作っていく、なんか配置していって、それ自体が一つのオブジェクトのようになんか成立していくっていう、それが自然の流れとしてなんかできて出来上がってきたっていうのが、すごく僕は今回のワークショップで面白いなと思ったところですね。こっち側のちょっとうじゃうじゃしたりしたのがついてるのはあのカーテンにも出てきた蜂と牛の糞。猿はなかなか入ってこられませんね。いっぱい書いてあるのは猿が何なのかわからなくて、猿が何考えてるときに、考えてるときに出してしまう。